人口、二人と記された、ビューフォードの入り口にある標識。その後ドン・サモンズの息子は、ビューフォードを去り、残された父親が、唯一の住民となった。ビューフォードは、アメリカ合衆国ワイオミング州南東部、オールバニー郡内に位置する非法人の自治体。週間高速道路 I-80 沿い。 シューシャヤンの西約4 5トル、ダラミーの南東約5 1トルに位置している。標高は2 4 3 8ルで、I-80 沿いの自治体としては最も高所に位置している。人口は1人、面積は0 0 4トル。ビューフォードはこの地における大陸横断鉄道の建設の最中、1866年に創設され、 南北戦争のゲティスバーグの戦いで活躍した北軍少将ジョン・ビュフォードを称えてその名が付けられた。最盛期にはビュフォードには鉄道労働者を中心に約2000人の人口を抱えた。ドン・サモンズは1980年代にビュフォードに移り住み、1992年にビュフォードを丸ごと買い取ってビュフォードトレーディングポストという名の雑貨けん。 ガソリンスタンドを営み、生計を立てていた。その後妻を亡くし、息子はビューフォードを去ったため、サモンズはビューフォード唯一の住民となった。2012年4月5日、息子の近くに住むことを決意したサモンズはビューフォードを丸ごと競売にかけ、サイゴン在住のベトナム人が90万ドルで落札した。サモンズはコロラド州に移住し、 ビューフォードでの32年間の生活を本に表す予定であると語っている。ありがとうございます。